皆さんどうもタイガーです。お疲れ様です。全キャラコンプリートチャレンジやっていきたいと思います。前回やっていきました。全てのキャラで1回ずつ勝たなきゃダメと。ドロー以下だった場合は、また再び同じキャラでチャレンジし、負けた回数かける2回ね、ガチャを引かなければならない罰ゲームやっていきましょうか。前回ねアリンコで最後負けてしまってますので、引き続きねアリンコからスタートします。いきましょう。アリンコもね、ソロ向けのキャラではないんですよね。弱くはないんだけど、マルチが強くて、まあソロは、ちょっと使いづらいかなーみたいな。まあ頑張れなくはないんだけどなーみたいな、そんなイメージ。マルチはガチで強いですけどね。ソロはね、意外と止めやすかったりするんですよね。おー、とりあえずここさ、もうミノ行っちゃおうぜ。もうゴードン、ワオ、オーマイガー。ここさえね取れればね、もうね何でもいいんだけど、相手も必死に守ってるよね。そりゃね、お、倒したんだけど、ゴスが殴ってくれてたずっと。でかっ。これ相手守るのうまくね。そこのラインマジ言ってる。はい、なるほどね。相手守んのうめえんだけど、問題ここだね。このね後ろをね止めづらくてしょうがないんだよね、正直。うん、前に行きました。勝ちに行きたいんで。そうだよね、止まんないよね。オーケーオーケーオーケー、いいよ。取られるんですけど、こう守ったらヒュータの首飛んできちゃうんで、いや、ダメだ、それはまずい。そのキャラはまずい。飛んできちゃうんでとか言ったけど、そのキャラはまずい、だいぶ。でも、落とせそう。オーケー。というわけで、なんとかリンコは超えました。ヒュドラをなんとかね、途中から放置して、前に行き、勝利ですね。はい、それではね、2戦目やっていきましょう。2戦目はね、マンドラゴラです。マンドラゴラ。いや、全キャラコンプリートチャレンジ。まあ、どこまでうまくいけるかわかんないですけどね。まあ、もともといろいろ考えたんですよ。なんか、同じキャラで何連勝するまでとか、そういう企画にしようかなとかも考えたんですけど、その場合ね、勝てなかったら、なんか一生そのキャラしか見せられないんで、なかなかね、厳しいかなと思って、今回ね、こんな感じの、内容にしたんですけど、まあ、罰ゲームをね、今回ゲーム内で止めてるわけなんですけど、今後ね、実写とかも兼ねていろんなことできたらいいですよね。まあでもね、実写でね、罰ゲームを兼ねるなら誰かね、人を呼びたいんだよなとは思うんですけど、まあなかなかね、難しいところもあるんですが、やっていきましょうか。さて、大砲は撃つが ?OK。で、ベビーで、あられは飛びづらいんでね、ベビーがね。で、ここでウサギも切って攻める。さあ、お相手がマンドラですね、この感じ。で、コング投げ、倒す!ウサギのパワー!ウサギ強っ。虹ラビットやばいな。それ通りに行く?素晴らしい。これ一回潜っちゃうんですけど、しょうがないですね。一回潜らして。で、逆にですよ、これ。潜らして、マンドラ埋めるんですよ。埋めて、出して、ワーして、スクリームカウンターする。で、潜る。で、ここっすね。スクリーム、狙って、あーでもマンドラじゃなくて、コング当たらなかったわ。当たるかなと思ったけど。お、ラッキーラッキーラッキー。これラッキーだね。じゃあ、ここ、サタガ行きましょう。わーそこマンドラいますからね、私ね。いいマンドラほら、埋められたんじゃないでしょうか。さあ、ドン!回復も入れてあげて、さあ、いいダメージも入っている。そしてね、
マンドラがまた埋まりましてるんで、埋まりましてるんで、埋まり、ま、埋まり、埋まりレドラ行っちゃうかも。助けろ。オッケー、助けて、まあ、スクリームで死ぬかな。いや、耐えてる。さあ、灼熱剣士の裏技使っていきましょう。おい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 、これは今回ガチャ1回も引かなくて済んじゃうんじゃないのか。というわけでね、ソロでもね、なかなかいい感じのマンダラを埋められました。はい、というわけでね、皆さん2連勝ですよ。2連勝、3戦目やっていきましょう。ここも勝とうね。ここも勝ってもうナイス勝利を飾りたい。やっていきましょう。ポックルかな。はい、ポックルで頑張りましょうか。まあ、今回ね、リーダーはベビーなんですけど、このリーダーに関してはトロフィーで今やってるキャラってだけ。さて、やりましょうか。第2が取れると嬉しいけど、サイがいるんで怪しいかな。取れた、素晴らしい。これでかいね。カンガルーダブル、まあ、5で来ると結構やばいね。ミノはいるんだけど、あ、ミスってるね。ラッキーラッキー。そのミスは結構おいしい。で、5で来ると嫌なんだけど、ここはミノの分回しドン、いいダメージ。さあ、ぐる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 、ドン、素晴らしい。それは良くない。うわ、ぐるぐる強い。お前マジでやってくれちゃってるよね。ぐるぐるドン、めちゃ頑張るじゃん。偉すぎる。ボーム、もうこのね、ドンはね、痛いなーって感じなんでしょうがないんだよね、これはね。さあ、お相手のね、アマゾネスがラストを持ってく。これはいけるんじゃないの。ポックル編なのに、ポックル使っていない、使っていない、使うところがない。さあ、剣士の裏技、お、これはポックル使うところなかったですね。はい、大型相性良かったね今ね。ミノタウロスがめちゃめちゃ頑張った。はい、それではね、4戦目いきましょう。お次はバットですね。着々と順調に進んでるぞ。この企画どれぐらいかかるかなとか思ったけど、今のところいい感じ。まあ一応ね、魔法使い以外は育ってるキャラを使えてるんでっていうのもあるんですけど、まあこの後ね、フード装備の地獄のキャラも待ってますから、まあ漏れる時にね、進められる時に進めとかないといけないよねっていうのはあるんですけど、さあ行きましょうか。カンガルーが刺さってくれると嬉しいなと。どういこうかな。砦をね、削る速度が遅いんですよね今回。まあ取れればよしですね、ひとまずね。さあ、カンガルーを置いて、さあ相手がこのカンガルーに何を切ってくるかなんですけど、フォアが、フォアか、いや、このままでもいい気がするな。1体でいい気がするな、カンガルー。これそれはまずいね、そのキャラは。そのキャラはガチめにまずいってば。ねえ、剣士ずれんなよ。剣士やってビートル。さあ、爆光寺2体目、ビートル、ベビー、カンガルー、これ死んじゃうんですよね。で、爆王子でしょ。爆王子に一歩取られてる。さあ、アシュラ、これえぐいな。マクロス行きますか。ベビーも行って、ベビー、あ、待って、間違えたキャラ、剣士置いてるつもりがベビー一歩置いちゃった。最悪なんだけど、もう終わったわこれ。きつすぎる、普通に間違えた。あれ、終わってない、もしかして。終わってない、あれ、終わってない、終わってない、あるよ。助けてほしい。
終わってない。あ、バット強バット強やるよ。終わってない。あ、固めたらさ、その瞬間さ、グズルってキャンセルされるんだ。へえ。というわけで、裏にしたバットが無双して、なんか逆転できちゃいました。きちーとか思ったら、なんとかなりましたね。バット様様だ、今の。はい、それではね、ラスト、頑張りましょう。5戦目、スケルトンです。スケルトンってサブリーダーすごい強いんで、ここも勝ちたい。いや、罰ゲーム受けてないぞ、これ。今、全部勝ってる気がするな。あれれ？今回の動画は、ガチャ回さずに終わってしまう？もしかして。もしかして、もしかして、もしかしてだけど、ガチャ回さずにクリアできちゃう？いや、クリアしちゃうか！ねえ！全部勝ちまくってね、この企画、自分で考えたけど、ぶち壊してもいいんじゃないでしょうか。回さねえわ、ガチャ。え！最後に来て、強敵出現。ポリデが欲しい！取った！ OK！ いやー、それちょっとめんどくさいな。して、下もめんどくさいな。明日カニ置いちゃおうか。倒しはした。OK。こう守りに行って、ここも攻めに行って、ロボガが回される？回されてはいない。けど、きついね、これ。今この時点で超きつい。いや、後ろに回せない。これもうマジできつい。マジできつい。ちびぐりゆうすけ2でしょ、今。あれ、ガッツでしょ。もうキャラが強い。どうしよう、これ。いやー、カニだ。まあ、なんとか。抑えようとはしてるんだけど、きちい。いや、これ、ゲゲゲったら終わりやな、マジで。カニに、頑張ってほしいんだけど、カニ頑張って、頼む。そう、そうそうそう、そういうこと。俺もね、剣士の裏付けたい。さあ、それね、パコンパコン行って、ユースケの裏出して、流せるからゴリゴリ流しに行く。はい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 。勝てるよ、全然。全然いける。全然ある。あとは、ここを押さえつつ、前に、行かないと、リリスがスキル打っちゃうよね、と、いった感じではあるんですが、これは落とせる気がするから、前行こう。スケが頑張ってる。剣士頑張れ。落とせるぞ。ナイス！というわけで、はい。皆さん。いや、すいませんね。すいませんね。罰ゲームは回避ですね、これは。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。今回ね、スケルトンまで進みました。罰ゲームは回避というわけで、はい。まあ悪くはないんじゃないんでしょうか。まあ次回からね、アマゾネススタートとなるわけですが、この企画ね、いやね、一番怖いのままじゃ、なんかもう、こう言ってさ、ここら辺入ってさ、うーってなってさ、で皆さん、うーってなって、うわーってなって、うわーってなったらとどめ刺されるっていう事件がね、待ってます。はい。そうならないように、まあそうなるんですけど、まあ頑張りましょうと。ここを越えられればね、地獄のね、ところね、抜けれる可能性ありますので、まあまだね、育ちきってないキャラとかも、一応ね、実はいるんですけど、何体か。ただまあ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 、地獄のね、期間はね、抜けられる可能性大いにありますんで、はい、頑張っていきたいと思います。というわけで皆さん、今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さん、チャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったら、ぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。